はい、ということで、駅の音編ということでお送りしたいと思います。駅の音はね、この駅なんとありましたので、見ていきましょうか。まさかですよね、駅の音この辺あるんですね。で、こう入っていくわけなんですが、おいし、いや、ですね、駅の音感じで、なんか壊れてないか、これで、2冊あって感じで、2冊ありますね。うん、で、なんだこれ、ペンが1個、なんか遊興一人旅ってなんか変な歌がありますね。変な歌で言っちゃいかんな、で、カチューシャの歌っていうのなんかあります。なんでしょうかこれ、まあ、この2つはなんかよくわかりません。感じですね。いや、駅の音見ていきましょう。あぶね、座って、ナンバー1、こっち？こっち？何？平成30年だって。こっち言ったの1冊目かな。じゃあ見ていきましょうか。鹿児島県と違う、本日、2度目となる駅の音設置。もともと青熊市が唐笠駅の駅の設置のきっかけに自分の音を用意したというふうに書いてありますね。どうぞ、自由に止める足跡は残してくださいと。なるほど。ということですね。野草花ダム、あ、やっぱり野草花ダム見学に来る人が多いみたいですね、この駅は。篠の川島駅、池田と管理人ってことで、なんでこの人来たんでしょうかっていう感じですが、なんかあるかな。闇の深い書き込みあるでしょうか。多分ないよな、多分この多分ないでしょうね。理由は初日に来ました。ああ、まだこれ2019年なんかコロナ前ですね、これ。いやー、まさかこの時コロナになると思わなかったよな、本当に。という、まあそういう思い出です。野草花ダム見学、やっぱりダムを見学してたらこの駅多いんですね。やっぱ近くにダムがありますからね、野草花ダムってね。あ、終わり、こういう2011年1月3日って終わりましたね。よし、結局どっちがこれなんだろう。2018年、あ、こっちが2冊目かな。見ていきましょう。駅前に民宿がありました。へえ、これか、民宿というと多分どれだろう。これ多分これが待合室だから、ここら辺にあったってことか。あの辺か、あの辺。はーい、すごいな、あったんだ。今跡形もないだにだそうです。ああ、この多分駅の設置した人の多分思い出かな、鹿児島駅に着いたの。1980年8月、私は2度目に鹿児島駅に降り立った時のものです。1980年、まだ国鉄時代ですね。これバリバリ国鉄時代だ、これ。はあ、なるほど。ああ、なるほどですね。こんな感じで。大変なお仕事、ご苦労様です。これなん、なんていうの、列車見張り人として、飯田さんの維持のためのほんのわずかでありますが、携わっているものとして励みになります。なるほど。なんかのキャラクターですね。ニャパッチだそうです。次から生きること、なんとかですね。北アイナ鉄道、北アイナ鉄道、これあれですよね、中津川から出てた鉄道ですよね。これの何、補充券、これ切符か、なんと貼り付けてあります、このところに。なかなか貴重じゃないですか、これ。これちょっといいな。
なかなか貴重ですよ。これはなんだろう。これ近鉄の車内補充券だそうです。これ一のやつ、平成、平成かな、これ。これはまあまあ別に今、あれじゃないですかね。わかんないですけど。でもこの北の鉄道はあれですよ、これ。まあ、当時これ中津町って言ったんですけど、中津町から、下野地まで結んだ、ね、鉄道路線だったんですが、1978年に廃止になってしまったんですよね。これはまた残ってんだね、これ。なんでこれ貼ったんでしょうか、これ。ちなみにここにね、先住の上陸事故、巨大放火事件、日韓関係の悪化、台風による被害の暗いニュースが1年だったのに残念ながら感じます。2020年こそ良い1年になるよう、お互い頑張りましょう。まあ結局残念ながら2020年もコロナでね、残念な1年になってしまったんじゃないでしょうかね。まあ今年こそは、2021年こそはね、いい年になるというふうに願いますけどね。クリスマスは鹿児島駅で。おお、なるほど。あ、新年を迎えながら。ははははは。なかなかね、やっぱ駅巡りをして降りた人が多いみたいですね。で、各コメントにやっぱ返信をしてますね。多分この駅の管理人だと思うんですけど。ハリガネムシですかって。面白いね。大阪から来ました。京都から。なるほど。なんかここで書き前なくなってますね。返信がなくなっております。うまいですね、鹿児島駅。あ、で、終わり。はぁ、2021年、実家住みから書き込みないですね。ってことは、多分、駅のことはこれ終わってるみたいですね。多分、どっちみたいなの書いてるのかな。まあ、自分はじゃあ、こっちに書いていきましょうか。はい。書いていきましょう。今日は2020年。よいしょ。2020年の、どこかな。こっからかな。2021年の、今日3月の20日。括弧と、時刻は、14時19分。なんて書こうかな。ダムの人が多いみたいですね。浜松市から来ていると思います。なるほどな。
赤ペンはないんですよね、これ。なんで。はい、ということで、書きました、こんな感じですね。字下手くそですけどね、ちょっと片手で書いたんですいません。こんな感じで書きましたので、皆さんぜひ鹿児島駅にはちょっと来てみていかがでしょうか。安岡ダムを見学される方はぜひね一度は来てみるといいかもしれませんね。はい、まあ後でちょっとあのダムのこと今書いちゃったんですけど、また後でダム見てやると思いますので、じゃあこれで終わりにしたいと思います。これ折れてんな、多分このこっちの部分か。なんでちょっとあんまりあれですけど、こんな感じでいいかな。はい、以上鹿児島駅でございました。いい駅でした。